いやー、間に合いませんでしたね。ということで、ここから番外編でいきたいと思います。別の動画になってると思います。これね、なんで30分なのかって言いますと、カメラの、最大録画分数が30分だからっていうことなんですね。で、つまりこれは何を意味するかっていうと、30分以内で撮ればですね、ただファイルを YouTube にドラッグ&ドロップするだけでもう本当に手間がねかからない状態でアップロードできるから、30分タイムアタックっていうのをやっていたわけです。ですから、この後から撮ったこの2本目のビデオファイルですね、これをですね、なんていうか編集ソフトに入れてつなげるってことをすると、操作自体は簡単なんですけど、別にただ入れて書き出しを押すだけなんですけど、意外とね、4K とかフルハイビジョンとかになってくるとね、時間が、書き出しに時間がかかるんですね。その間パソコンが使えないという、ほとんど使えない、あるいは使ったとしたらなんか書き出しがバグっちゃうこととかがよくあって、まあ意味がないですよね。結局それで2倍3倍とどんどん時間がかかってくるなら、パソコンを全く触らない方がいいということになって、結局事実上パソコンは触れないということになってしまうんですけれども、そういったことをね嫌うがために、この一発撮りで可能なこの30分で撮れればいいなと思ってた次第でございます。なのでね、別に1本の動画にしなくていいっていうのであれば、30分プラスなんか5分なり10分なりの動画を後につけるというのは全然問題はないわけです。そのほど手間は増えないわけですね。ただご覧くださってる方々のちょっとご迷惑になるかもしれませんが、でもこのようにして ASMR 動画と、ちょっとねアフタートーク動画みたいな、アフタートーク的なね要素のある動画として分ければ、そういった問題も解消されるのかなと、勝手に自らに甘い言い訳をね考えるのだけは人一倍上手なわけでございますけれども、いや、でもね、個人的にね満足ですね。30分でここまでいけるんだっていうね、